映画シーなので航空会社なのでシルクエアさんとシンガポール航空さんの共同便に運航便に乗っていきたいと思います。はい、ということで今日も誰もいない保安検査場に突っ込んでいきますよ。ということでシルクエアさんに乗りますよ。晴れた、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗です。そう、いつものね北島空港の搭乗口から乗ります。毎回毎回ほら同じポスターが貼ってある。もうこれしかないから、ここしかないからね。そのうちなんかあれかな、なんか免税店とかの案内とかしてみる。何にもないけど向こうが全日空さんがいますね。飛行機さんがいます。大体いつも2台ぐらいかな、いるの。でもね、久しぶりのシンガポール航空だからめっちゃ楽しみ。なんでかっていうとね、機内食があるんですよ。そう、買わなくていいの。機内食があるのは本当にいいと思う。あとやっぱサービスも全然違いますね。カウンターのサービスもすごい良かったです。さすがです。ということでシンガポールに行きたいと思います。
こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。はい。Yes.チャイナタウンのエリアに向かいます。
多分ね、すぐ分かると思うんだ。めっちゃいい匂いしてる。見て、カフェもうやばいの。もう大好きなアジアン料理の匂いがすごい。私は誘いますよ。もうとりあえずなんかもうバックプレートコンセントってところに食べようと思ってるから、とりあえずもう行くぞ。一目散ね。アライバルゲートはあちらです。あの、大体ね、着いたらこのアライバルっていうところに向かっていけば全然初心者でも普通に着けますので、皆さんやってみてください。着いたぞ、着いた。シンガポールの空港です。今バケーチクレームってこれ見えるかな。あ、向こうに見えるね。そう、スーツケースを、スーツケースを待っております。もういいシンガポールエアラインと、あとシルクエアの共同運航の便乗ったんだけど、もちろんサービスとかもめっちゃ良かったし、それもいいし、さっきはまあね、イミグレーション今回なんかコロナのあれもあるから、ね、全然いつもはね結構並ぶんだけど全然混んでなかった、全く混んでなかったね。全く混んでない。プラスやっぱね、英語が通じるとすげえなって思いました。いつもハンみたいな感じで話されたりとかするのね、結構アジア圏だったりとかしたら。いやいや、お前が喋れねえだろみたいなお前が喋れてねえだろみたいな、意味分かってねえだろみたいな感じの人とかいるけど、シンガポールはね、基本的に母国語っていうか英語も入っているので、イミグレーションでも全然通じたのでさらって通しました。ということで、インターゲートホテルのあれと続きに似てるけど、もういいお話しかしない。ということで楽しんできます。イエイ。